ノッティンガムは、イングランドの中心部ノッティンガムシャーにある単一自治体。町の中心をレーン川が流れ、南の境界線にはトレント川が流れている。人口はおよそ27万5千100人と、イングランドでは27位、郊外には70万人以上が住んでいると言われている。学生が多く、人口の約10%は学生である。 ロビンフッドの造成歴600年より後にはアングロサクソンが住んでいた。後にデーエン人により支配されるようになり、旧世紀頃にはデーエンロゴの一部であった。中世にはロビンフッドの伝説によって有名になった。ロビンフッドはノッティンガムから北へ3 0トルほど行ったところにあるシャーウッドの森に住んでいたと言われている。新京と革命が勃発した場所でもあり。 1642年8月にイングランド王チャールズ一世はノッティンガムで王統派を結集し議会派討伐を掲げて挙兵第一次イングランド内戦が始まった。近世のノッティンガムは街の美しさに定評があり、17世紀末にイングランドを旅した女性旅行家のシーリア・ファインズはノッティンガムを自分が訪れた中で最も美しい街と表紙。 ノッティンガムを基準に多くの町を評価した。しかし、19世紀の産業革命と人口の急増に、ノッティンガムは対応できなかった。町の境界に隣接する自由農民たちの解放工地によって郊外に宅地を開発することが妨げられ、過密なスラム街を抱える劣悪な住環境の都市となってしまった。1920年代から1930年代に、 なって、スラム街は一掃された。ノッティンガム大学とノッティンガムトレント大学という二つの大学があり、4万人以上の学生が学んでいる。ノッティンガムフォレスト FC とノッツカウンティ FC という二つのサッカークラブがあり、スポーツは盛んである。政府観光、ありがとうございます。